がなかった首位打者宮崎はベンチスタートですね。梅野はまたその外要求、今度はどうか、外から入ってくるボールにするか、合わせた、セカンドの頭上です。スタートを切っていた佐野は三塁回ってホームに帰ってくる。先制点が入ります。ベイスターズ今日は今永が投げる。ベイスターズ欲しかった先制点、3番の上里叩き出しました。これもね、いいところに投げてるんですけど、ね、はい、やっぱこれもやっぱ相性ですかね。やっぱちょっとこう、こういう打球でもヒットゾーンにやっぱ飛んでってしまいますよね。決してね、いい当たりではなかったし、鈍い音がしましたけど ね、バット折れてると思うんですけど、はい、これ難しい球ですよね。見事な対応力でした。ここを1点でとどめられるか、それとも関根が追加点打つでしょうか。ファーストゴロ、大山がベースを踏みます。1点でしのぎました青柳。しかし上里のタイムリーヒットで先に点を取ったのはベイスターズ。ジェラセントラルに公式戦、タイガース対ベイスターズ首位攻防戦甲子園、1回の表ベイスターズが1点を先制しています。さて一方今永です。今日が4試合目の登板になりますが、4月の21日に、登録をされてすぐに勝利を挙げました。今永チェンジアップかスライダーか、そのあたりか、高く上がった打球です。ライトへ上里が掴みました。近本が出ました。二塁まで行きましたが、ホームまでは帰ってくることはできませんでした。ジェラーセントラルに投手戦、タイガース対ベイスターズ1回終わって1対0です。なんと青柳のタイムリーヒットで佐藤も帰ってきた、そして木浪も帰ってきた。逆転、青柳のバットで逆転。なんとエース対決はバットで青柳が見せました。すごい打球でした。岡田監督もびっくり。いや、浜中さん、改めて今のバッティングいかがですか。いや、本当にすごい打球をもしましたし、いや本当にこの打った本人もちょっとびっくりしてるんじゃないかなっていうぐらいの打球でしたけども、一番今日の中で言い当たりしたんじゃないですか。本当そうですね。いや、これはびっくりです。ですから結構立ちがやっぱり球数投げてますね、両投手 ね、はい、上がった打球です。フラフラットレフトの前、ショート後方、どっちだ。ラッキー安打で追加点、3対1。ショート強打、レフト関根、2人とも打球を見失ってしまいました。首を切って近本、中野、連続タイムリー、3連続タイムリー。なんと今永から4点取りました。一つポイントになる左打者というところで、今の中野はいい打ち方だったんじゃないですか。思ってもこうもう振り切ってしまうという、5日の松田以来のホームランとなりました。センターバックスクリーンに持っていきました。レフトへの大きな打球、これはファールになりましたが、しっかりとボール球も見極めながら最後は仕留めました。
やいや、佐藤の怖さが出てきましたね。本当に今ストレートですけど、低めの、ね、ストレートだったんでね、はい、ちょっとこう片手首に持っていきましたけども、よく飛びましたね。でもね、これも大きく弾いてしまっている。一塁はどうか、とセーフだ。振り逃げで点が入った。なんとミスが続いて失点をしてしまいましたベイスターズ。